26日、在日本朝鮮人人権協会、金万博副会長と、在日本朝鮮民主女性同盟中央常任委員会、元アクチュル副委員長が、共和国の女性たちを集団的に誘引拉致し、悪辣な基準工作を行っている南朝鮮当局の反人権の犯罪を非難する談話をそれぞれ発表しました。談話は、今回の拉致事件は南朝鮮当局による特大の反共和国の謀略事件だ。もし南朝鮮当局が集団的な誘引拉致事件の真相を引き続き隠蔽し、被害者を不当に強制抑留すれば、朝鮮民族と国際社会の一致した糾弾を免れないだろうと述べました。南朝鮮の連合ニュースによりますと、26日、南朝鮮の軍部抗戦勢力が、朝鮮東海で共和国をターゲットにした誘導弾射撃演習を行いました。抗戦勢力は、共和国をターゲットにした海上標的に、海と空、地上から実弾を大々的に乱射し、それは合同作戦能力と部隊別の戦術、兵器システム運用能力を強めるためのものだと言いました。南朝鮮の連合ニュースによりますと、南朝鮮軍部当局が米国産の AH-64E アタッチヘリ4機を陸軍に新しく配備しました。南朝鮮当局は莫大な金額をつぎ込んで、来年の初めまでアタッチヘリを都合36機引き入れようとしています。一方、南朝鮮当局は予備軍までサイバー戦に駆り立てるためのサイバー予備軍なるものを組織しようとしています。共和国公民に対する南朝鮮当局の集団的な誘引拉致の犯罪を糾弾して、スイス朝鮮委員会とスイス朝鮮思想研究会が共同声明を、エチオピアのアディスアベバ青年協会が声明を発表しました。20日、アメリカの新聞ロサンゼルスタイムズのインターネット版に、北朝鮮核工業だけでなく建築でも一大飛躍と題した記事が載りました。記事は、北朝鮮の金正恩最高指導者は国際的な制裁の中でも都市を一新している。元帥のエネルギッシュな導きのもと、ミレ科学者通りをはじめ現代的な通りとともに、国の至るところに遊泳場、遊園地、スキー場など、人民のための文化施設が立派に建てられ、平壌国際空港のエアターミナルビルが運送華麗に建設されたと述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はチョジョンイルでした。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮の声放送へインスタした朝鮮の放送さんへようこそ。リスナーの皆さんにお知らせします。朝鮮の声放送豆知識コンクールが始まります。朝鮮の声放送豆知識コンクールが始まります。はい、朝鮮労働党第7回大会を、朝鮮労働党の歴史に末永く輝く勝利者の大会、栄光の大会に輝かせた意味深い今年、朝鮮の声放送では豆知識コンクールを催します。テーマはようこそ美しい朝鮮へです。テーマはようこそ美しい朝鮮へです。コンクールの期間は6月3日から10月10日までです。ではコンクールの問題と手順についてお話ししましょう。はい、合わせて9つの問題を選びました。ではご紹介しましょう。1、共和国北半分にある名山の名を3つ以上挙げてください。2、国際神殿展覧館はどこにありますか。3、朝鮮の南部で一番の見物とされている創造物は何ですか。4、共和国北半部にある大きな川の名を3つ以上挙げてください。5、
サガンの有名な見どころを3つ以上挙げて、その中の1つは具体的に書いてください。6、マスクミネスキー場のコースの数を書いてください。7、停戦協定の調印式が行われた場所はどこですか。8、ケソンにある代表的な世界文化遺産についてご存知の範囲で書いてください。9、朝鮮の有名な国際旅行者の名称をご存知の限り書いてください。はい、以上の問題が出されましたが、朝鮮の声放送では問題のヒントとなる内容が盛り込まれた番組を6月3日から10月5日まで、朝鮮の声インターネット版のふれあいの広場と短波放送のお便りの時間に組む予定です。6月3日から10月5日までですね。はい、お答えは電子メールあるいは郵便で送ってください。電子メールとお手紙の受付は府中105年2016年10月10日までです。はい、府中105年2016年10月10日に締めくくります。朝鮮の声放送の審議委員会は、コンクールで評価の高いリスナーの方々の中から1等、2等、3等を選ぶことになります。コンクールの結果は10月末頃に短波放送とインターネット版を通してお知らせします。当選した方々には記念品をお送りします。はい、リスナーの皆さんは今回のコンクールを通じて、またといない偉人たちの温かい配慮の中、東に繁栄を遂げる祖先の美しい現実についてさらに深く知り、祖先の声放送と息吹を共にして歴史的な祖先労働党第7回大会の決定を貫くため立ち上がった祖先人民に積極的なエールを送ってくださるようお願いします。以前と同じく今回のコンクールにも積極的にご応募なさってください。コンクールを通じて祖先人民との友好の情を一層深めてまいりましょう。はい、ではリスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。ハート密室事件についてお話しましょう。密室事件は1392年から1910年まで存続した祖孫封建王朝の皇帝であるコジョンが、1907年の第2回万国平和会議に祖孫代表を秘密裏に派遣した事件です。日本侵略者は1905年11月伊豆志賀条約、日本でいう第二次日本条約を捏造して祖孫を占領し、植民地支配を実施しました。そうした時の1907年6月オランダのハーグで第2回万国平和会議が開かれました。社会科学会歴史研究所の室長李奮玉さんのお話です。コジョンは万国平和会議へ밀사를파견해서일제침략자들이날조한울산어제의진입성을폭로하고세계의고정은방콕평화회의에미시를파견해일본침략자가내조한이츠시고정약의부호사와바퀴세계의정의와정신을전할까봐라역교의힘을빌어국권을되돌아보고싶었다李准をはじめ密使たちは、巨人皇帝の密使を持ってハーグに赴き、万国平和会議に朝鮮の正式代表として出席することを求めました。ところが、帝国主義者のあらゆる陰謀と謀略の中に行われたこの会議で、王朝は朝鮮代表団の出席を拒否しました。分けても日本代表は、米英帝国主義と結託して、五つ子五条約にかこつけて、李准一行を朝鮮代表に認められないとし、一行の活動を妨害しました。朝鮮代表団は、彼が正式代表に出席できない不利な条件下では、可能な限り、日本の朝鮮侵略を暴露する活動を展開しました。
一行はハーグにある国際記者協会の演壇と協会発刊の出版物を通して、祖孫で日本帝国主義が働いた侵略的な崇拝行為をことごとく暴露し、それに抗する祖孫人民の戦いを支持してくれることを世界の世論に訴えました。窮地に陥った日本はハーグでの祖孫代表団の活動を遮断しようと手の限りを尽くしました。リージョンは日本帝国主義者とそれと結託した帝国主義者の暴力に反対して戦った挙句、抗議の印として発足しました。ハーグ一致事件はいかなる警察の力に頼るのでなく、祖孫人民自らの力で国の独立を実現すべきであることをはっきり見せました。ハーグ密使事件についてお話ししました。